だから私、言ったよね。玲子と初めて会ったのは合コンの時だった。彼女の第一印象は透き通るような美人。街中で見たら何人かは振り返るような美女だった。合コンの最中も興味なさそうにテンションが低めで、代わる代わるアタックしていく僕の友達等も激鎮。 お高く止まっているような感じで、とてもじゃないが中の下の顔面の俺にはどうにもできるはずもなかった。だから彼女が俺の携帯の待ち受けを見て、あ犬飼ってるんですかと聞いてきたときはとてもびっくりした。俺以外の合コンメンバーの全員もびっくりしていた。何せこの合コンで、 彼女が初めてまともに発したのがその言葉だったからだ。その後トイレに行った際に電話番号を聞かれた時はもっと驚いた。正直、あ、ウェイカ、宗教の勧誘をされたんだろうなと思っていたぐらいだ。後日彼女から食事の誘いを受けた。恐る恐る食事に行くと、 そこには前回とは打って変わって笑顔の彼女がいて、勧誘どころかとても夢のような時間を過ごした。実は私、あの合コン人数合わせで無理やり呼ばれちゃっただけで、全然乗り気じゃなかったんだ。ああいう場所に来るような人は、あんまり好きになれなくて。彼女は上舌にそう語った。 実は俺も人数合わせだったんだ。どう見てもああいう場にそぐわないでしょこれは別に彼女に合わせたわけではなく事実だった。イケメンの友達の引き立て役としてたまたま予定がなかった俺が選ばれただけだった。<laughs> そうだと思った。え ああ、変な意味じゃないの。あなたはああいう場所に似つかわしくない誠実そうな人だと思ったの。なんだかわからないが、僕のことを気に入ってくれているようだった。それから二人で飲みながら色々なことを話した。彼女は幼い頃両親を亡くし、施設育ちだったということ。大学を奨学金で卒業して、 アパレル関係の仕事をしていること。早く自分の家庭を持ちたいということ。合コンの時とは打って変わって、笑顔で楽しそうに会話していた。また、誘ってもいいかな。帰り際に彼女は僕に聞いてきた。も、もちろん。 あまりに舞い上がってしまい、食い気味に返事した僕を見て、彼女は嬉しそうに微笑んだ。それから何回かデートを重ね、僕たちは付き合うことになった。僕は宇宙天だった。こんなことが僕の人生にあっていいのか。こんな美女と付き合える奇跡が起こるなんて。彼女は完璧な女性だった。 会話が上手で話が面白く、料理もうまく仕事もできた。周りもなんで俺なんかと付き合っているんだろうと思っていたことだろう。あなたは私だけを愛してくれるから。なんで僕なんかと付き合ってくれるのと聞くたびに彼女はそう答えた。 告白した時もそうだった。私だけを愛してくれるそれなら付き合う。他の人が聞いたらどう思うかわからないが、僕にとっては最高の条件だった。こんな最高な彼女以外を愛するわけがなかった。そして付き合って一年が過ぎた頃。 僕は彼女にプロポーズをした。その時も彼女は、私だけを愛してくれるなら結婚すると言った。もちろんと言い,い、僕たちは家族になった。彼女との結婚生活はまさにバラ色でとても充実した日々だったし、彼女と結婚してすぐ僕の両親が自己死した時も、彼女は献身的に 落ち込む僕を励ましてくれたり、彼女にはとても支えられていた。あの日までは。一週間前、僕の弟が亡くなった。バイクの事故だった。最後の肉親の弟が死んでしまい、僕は打ちのめされていた。翌日はツヤだったが、 飲まずにはいられなかった。潰れる一歩手前まで飲んだ僕は、スーツ姿で居まで眠りに落ちてしまったようだった。どれくらい時間が経った頃だろうか。何かの気配を感じ、僕はうっすら目を覚ました。暗闇の中、僕が目を凝らすと、 僕から二、三メートル離れたところで、誰かがブツブツつぶやきながら、うろうろしていた。ん一体、誰だ酔っ払って朦朧とする意識の中、目と耳を凝らして集中すると。だから、私言ったよね。だから、私言ったよね。と。 聞き慣れた女性の声が聞こえてきた。それは妻、玲子の声だった。私以外に愛する人いたじゃない。だから私言ったよね。これでやっと二人きりになれる。え、え何を言っているんだ もう、いないよね、愛している人。一人でブツブツつぶやきながら、相変わらず僕の二三メートル先をうろうろしている。その時妻の手元で、何かがキラリと光った。包丁だった。<laughs> 思わず口から声が漏れると、 ピタッと彼女の動きが止まって、静寂が訪れた。僕は反射的に目を閉じ、眠ったふりを続けた。ぎし。ぎし。彼女が近づいてくる音が聞こえて、顔の前で気配を感じ。 目をつぶっていても彼女が僕の顔を覗き込んでいる映像が容易に想像できた。だから、私言ったよね。今まで聞いたこともないようなおぞましく低い声が自分の顔面の前から聞こえてきた。全身に冷や汗をかきながら僕は寝たふりを続けた。 どれくらい時間が経ったんだろう。すでに日が昇って朝になっていた。あなた大丈夫起こしても起きないからそのままにしちゃったわよ。早くご飯食べて。台所からいつものように妻が食器を洗いながら僕に話しかけてきた。あれから、 一週間、あれは夢だったのか。あれ以来、妻の料理から味がしなくなった。